どうも、ストリートアーティストの愛と北崎です。えー、まずこの動画は、愛と北崎ラジオと題しまして、えー、YouTube の動画なんですけども、音声だけで聞いていただくラジオコンテンツとなっています。えー、なので今後、動画のサムネイルに愛と北崎ラジオと出ているものは、まあそういうものだと思っていただけるとありがたいです。えー、で、基本的に内容に関しては、えー、まあ自分の作品ができた経緯や、まあ込められたメッセージなど、 まあ、絵を見ただけでは分かんないような、まあ、裏側の説明がメインとなっています。で、まあ、今回最初なんで、まあ、じゃあ、なんでこのラジオ動画っていうものを作ろうかって思った、まあ、そのきっかけを説明したいんですけども、まあ、新しくアップされた動画を見た人なら分かると思うんですが、まあ、最近、J ・平野というフォトグラファーの男と、まあ、合同展示を開催しまして、 まあ、その展示の名前がこれからの生き方展というものなんですけども、まあ、彼の写真と自分の壁画作品を展示する、まあ、作品展なんですけども、まあ、細かい内容に関しては、まあ、このラジオでは割愛しますけども、まあ、この展示には本当に、えー、多くの人に見に来てもらえましてすごく感謝してるんですけども、まあ、そこでね、あのー、来てくれた人たちに自分の作品をより、まあ、楽しんでもらおうと思って。 まあ、自分の作品の横に、まあ、その作品の、まあ、内容について短めの文で、まあ、キャプションを作って貼っておいたんですけどでそのキャプションを、まあ、読んで実際作品を見てくれた人たちが言ってくれたことがすごく印象的でして、まあ、その人たちが、まあ、そのキャプションを読んだことで、まあ、作品の見方がすごく変わったってあの言ってくれたんですね。 でまあ、自分の中ではメッセージがこうなるべく伝わるように、まあ、作品っていうものを作ってるつもりだったんで、まあ、ただこうやって改めてキャプションを読んだ人が作品の見方が変わったり、まあ、より好きになったっていう言葉をもらえた時に、まあ、自分の言葉で作品のメッセージとか、まあ、作られた経緯っていうものをこう説明する労力っていうのは本当に大事なことで まあそう簡単に自分の思いっていうのは人に伝わらないもんなんだなっていうのをそこで改めて実感しました、まあ、なので今回こういうラジオ動画という形で今まで自分が作ってきた作品について改めて自分の言葉で説明してより自分の作品のメッセージを多くの人に届けようというそういう思いで今回ラジオ動画を作っています で、まあ長くなりましたが、まあ早速今回は、えー、自分の作品の中で、まあ、ルールという作品について説明しようというふうに思いますで。この作品は、まあこの動画のサムネイル画像に使われているものなんで、ぜひそれをご覧いただきながら聞いてほしいんですけども、まあこのルールという作品は自分がストリートアーティストという形で活動をして作り始めた本当に最初の作品です。 でむしろストリートアーティストになる前に、まあ作っていると言っても過言じゃないぐらい、え本当に初期の初期の作品で、まあそれこそ自分が18とか19とかに、えー、まあバンクシーっていうもので出会ってで、そこで自分の作品っていうのを作り出した時に、まあたまたま生まれた作品で、そう考えると、まあストリートアーティストになる前、普通の一般人の状態で作った、 え、時の初期の作品でして、まあそれこそ今、えー、ストリートアーティストとして表現しているルールの作品の絵の形とは結構違うものを初期では作ってまして、それこそ今の感じだとまあ、ルールっていう文字が赤かったり、まあそのスーツを着てる人間が結構リアルに表現されてるんですけども、えー、当時は本当にステンシルの作り方もよく分かんなかったんで、 まあその説明しても難しいかもしれないですが、まあ、ワンレイヤーというか型紙一枚だけで表現してでしかも黒い紙に白いスプレーな,なんでそういう組み合わせにしたか覚えてないんですけども、まあ、本当にシンプルで,でそのルールに縛られてる人間もちょっと分かりにくいぐらいのクオリティでまで、あ、当時作ってましたでそれでもまあ自分の中で結構力作だなっていうふうにまあ思ってたんですけども まあその当時作ってまあ10年ぐらい経って今まあ改めて思うのはこの作品っていうのは結構自分の作品スタイルを形作ったものだなというふうに思いますしまあ未だにこのルールっていう作品をまあ自分的に超えれるような作品がまあなかなかできてないっていうそう思えるぐらい結構理想的な作品だというふうに今思っていますでまあ単純に作品の内容っていうのは まあ、結構分かりやすく作ってるんで説明がいらないかもしれないですけども、まあ、上の部分にあるルールというものは、まあ、自分の中で、まあ、世の中の常識とか、まあ、そういうふうに呼ばれるものを、まあ、ルールというふうに、えー、一括りにして表現していますで、まあ、それによって自分の行動とか、まあ、思考考え方みたいのがコントロールされていて、まあ、まるで操り人形のように、えー、自分の動きが制限されているという人物を描いてるんですが まあそれによってまあ逆説的にそうやってルールに縛られるなよというメッセージをまあ込めた作品になっていますでそのこの作品を作ったのが1819なんで、まあ、当時自分の中でまあ自分が住んでいる日本という国そういう日本社会が、まあ、あと自分の周りの環境とかそういったものがなんかこうルールに縛られてるという窮屈感を感じてこの作品が、えー、生まれました まあ、あと、窮屈感っていうのを感じた理由は、自分の中では決定的にありまして、それがまあ、ストリートアーティストになりたくても、まあ、ストリートアーティストっていうものになる道がなかったっていう、自分の心境が、この作品のメッセージ、テーマに影響されてるというふうに思います。もちろん今でもその部分は変わんないと思うんですけども、まあ、自分がロンドンに行って、ストリートアーティストっていうのに、まあ、なれたんですけど、そのロンドンに行くまでに、 えーまあ、じゃあ日本にいながら自分が目指すこうストリートアーティストどういうふうになるんだろうっていう、まあ、本当にお先真っ暗な状況でずっと過ごしていてそれでもなんかこう作品でメッセージを伝えたいっていう思いはずっとあってでそうなってくると本当に自分のやりたいことができないで周りもそれをまあ認めていないし受け入れてくれないしすごいこう窮屈な環境で生きてきた。 まあその10代後半の中でそういった自分の思いっていうのがもう直接この作品のテーマに反映されてこの作品が本当に最初にできた作品になったんだというふうに思いますまあそれとまあそういう窮屈な環境でまあずっと自分がなんかやりたいことができないっていうな中でまあこの作品を通して自分にまあ葉っぱをかけるつもりでまあストリートアーティストになりたいんだったら そんなつまらない常識とか、まあ、ルールに縛られるんじゃねえぞという、まあ、自分の背中を押す、押すというよりかはもう自分の背中を蹴飛ばすような気持ちを込めて、自分に対して皮肉って、こう、喝を入れている、そういった作品に、えー、なってるんじゃないかなって、今振り返ると思います。まあ、さっき言ったように、まあ、最初のルールという絵、えー、と今の感じは結構違うんですけども、まあ、その変わった タイミングっていうのは、まあ自分がロンドンに2012年に行って、まあその時に、まあバンクシートンネルと言われているリークストリートっていうものを、まあ知って、そこで実際壁画を描くっていう時に、まあ周りにはもちろん、えー、いわゆるプロフェッショナルのストリートアーティストがいっぱいいる中で、えー、アマチュアの自分が、えー、より、えー、高いクオリティで、で、なおかつ、周りのストリートアーティストに負けないように作品を表現するには、 このままじゃあまあ作品のクオリティが低いっていう風に自分の中で思ってそこでまあルールっていう部分に色をつけたりでレイヤーを増やしてより作品のクオリティ表現するまあレベルを上げたりしてまあ今の形に行き着いたんじゃないかなっていう風に思いますでまあルールっていう作品は自分の中で一番最初の作品でまあだから思い入れもすごくあるんですけどもそれ以上に 自分もそうですが、まあ自分の作品を見てくれる周りの人も、このルールの作品がすごく好きだっていう人が結構多くて、まあ比較的人気というか、まあそれはすごくありがたいことなんですけども、じゃあそうなると、じゃあなんでこのルールっていう作品が人気で、まあ、受け入れてもらえるんだろうっていうのを考えた時に、まあその理由っていうのはまあいくつかあると思うんですけども、まあ自分の中で今、えー、考えている理由が、 この作品のテーマが、まあ今の時代に一致したんじゃないかなっていうふうに思います。まあ当時、まあ自分が思っていたその日本社会の窮屈さっていうのは、まあ、自分が結構周りとは違うストリートアーティストっていう謎のものに憧れ、それを目指し、その道に進んでいこうと思った時に、やっぱり、うん日本社会ではそういったものは存在しなかったので、まあそれを 自分が目指したところで、その、ハウトゥーがないというか、進むべき道が、まあ、見当たんなかった。そういう窮屈感っていうのが、まあ、この作品の、まあ、テーマに反映されてるっていうふうに先ほど言ったんですけども、まあ、当時、まあ、自分がストリートアーティストになりたいって言って、もちろん、まあ、友達だったり、周りの人は、まあ、面白いじゃんって言ったり、応援してくれるっていうものはあったんですけども、 共感っていうのはあんまりなかったように感じてそういう意味で言うと今の時代ではさっき言ったような日本社会とかまあ一般的な常識っていうものがまあ当時ではストリートアーティストってだいぶ外れた部分にあるんですけども今の世の中だとその社会も常識もちょっとなくなってきてるというか普遍的なものって結構なくなってきてまあそれは今のコロナだったりまあいろんな社会の その環境の変化によって変わってきてるんですけど、まあ時代の変化っていうものでどんどん変わってるんですけども、こう普通の人というか、普通に人生を歩んできた,てた人も、うん、果たして今自分がやってる仕事とか自分の生活っていうのは自分が自由に選んでここまで来たのかっていうのになんかちょっと気づき出すというか、すごく えー、強固な基盤だと思っていたなんか日本社会とか常識っていうものが実は脆くてもう壊れかけてるっていうふうに結構多くの人が気づき出してるっていうのが今2021年の世の中なんじゃないかなっていうふうに自分は、えー、客観的に思っていてそのってくるとまあ変にストリートアーティストを目指したりこうニッチなことをやろうがやらまいが普通に生きていくっていうその普通という 概念もよくわかんないそういう不安定な時代の中でこう自分が自由に生きてきたと思い込んできた人がいや実はずっと何かに操られて何かにコントロールされてこういう平凡な人生を歩んでんじゃないかっていうふうにまあ気づき出すというかそのタイミングでまあ自分の作品このルールを見てくれた人はなんかこう 胸に刺さるメッセージがあるんじゃないかなっていうふうに思ってこう10年前自分が作った作品がまあ時を超えてまあこのメッセージがなんか日本の人々の胸にこうか不幸かまあ届いてしまったというその状況がなんかこうルールが受け入れられてる理由の一つなんじゃないかなっていうふうに今自分は思っていてまあさっき言ったように応援してくれる人はいたけど共感してくれる人は少なかった あの頃とは違ってこの自分のストリートアーティストになりたいという窮屈な思いに共感をする人が結構増えてきたっていうそれがなんか時代の変化があったんじゃないかなっていうふうに思いますで、まあ、この「ルール」っていう作品は結構、まあ、初期に作った作品でさっき言ったようにロンドンで絵の形を変えて今まで残ってるんですけども。 このルールまたこのタイミングで一個進化しまして、それがルールセカンドっていうタイトルで改めてリメイクをしたんですけども、このリメイクをした理由はまあとあるきっかけで、このルールをちょっと作り直すというか、まあ本当にレベルアップさせるっていう機会があって、それでなんかこう考えて作ったんですけど、まあ内容は本当ルールの作品そのままに、ちょっとこう点線が描かれていて、 まあその点線はあのハサミで切り取り線みたいな感じで切れる部分っていうのを表現してるんですけどもその点線の先に英語が書かれていてそこにまあ Live your life as if there is no tomorrow 日本語で言うと明日死ぬ気で今日を生きようっていう感じのメッセージが書かれていてまあ意味としてはそういう思いで生きればえ自分を縛っているルールというそういったもの を切り離すことができるという作品になっています。で、これは、まあ当時、当時というか本当に20代、今までずっと、こう何か自分の表現したいメッセージを表現するときに、日に来ることで、こう周りに危機感だったり、なんかこう、伝える方法をずっとやっていたんですけども、今となっては、 なんかまあ30を迎えてこうただ日に来るだけだったら結局何も変わんないっていうことになんかこう気づきだしたというかそうなっていくとそのメッセージを発信するだけじゃなんかこう責任不足でじゃあ解決方法まで提示しなきゃ意味ねえなっていうふうに思い出してまあそれがこのルールをこうリメイクしたえー作品 まあその表現の結果になったんですけども、ルールで、ルールで縛られてる人間、じゃあそれをどう縛られないように自由になれるかっていう解決方法まで、まあ提示できたっていう意味では、これは結構、自分の作品としては納得いく仕上がりになったっていうふうに思います。で、まあ明日死ぬ気で生きろっていう言葉って、まあよくあるんですけども、その言葉って結構、 軽はずみに言ってはいけないなっていうふうにまあ思っていてまあ逆にそういう意味でもう自暴自棄になって何か事件を起こすっていう人もまあいると思うんですよね特に今の時代だからこそもう全て嫌になって投げ出して人生放棄して最後何かこう人に危害加えたりまあ何かこう迷惑な行為をして自分の命を捨てるみたいな そういう人も増えてきちゃうんであまり、えーまあ、死ぬ気でみたいなことは言いたくないんですけども、まあ、そういう人にこそ、まあ、強人にならずに改めてなんか自分がじゃあいざ死ぬとしたら本当に何がしたいんだろうっていうのを考えてほしくて、まあえてこういった言葉を使って、えー、自由になるっていうことを表現してるんですけども。 まあ人にとって自由の解釈っていうのは結構違うんでまあ自分の中での自由の解釈っていうのはまあいつかやろういつかやろうってこう先延ばしにしているまあやりたかったことまあそういったものをまあ今やることっていうのが自由っていうふうに捉えるんだとすればまあ結局それは実は難しいことじゃなくてまあ自分の中で作り上げた常識とかまあいろんな言い訳とか そういったもので自分で見過ごし続けてた、本当になんかこう、当たり前にできるっていうことが、実は本当に今すぐやるべきことでやりたかったことなんじゃないかなっていうふうに自分は思っていて、なんかすごい難しいことで挑戦することが、本当に今一番やりたいことっていうよりかは、実はずっと自分で見過ごしてきた、まあ、例えば、まあ大事な人に、あなたは大事です。 いうことや、まあ、感謝してる人に感謝してるっていう、まあ、ことかもしれないし、まあ、実はそういう当たり前のことっていうのを本当は今やれるっていうことが本当の自由なんじゃないかなっていうふうに思っていてでもそういったことって結局自分がなんか余命宣告されたりした時最後になんか一番後悔することって感謝の気持ち伝えれなかったとかまあ本当人に対して。 ありがとうみたいな、そういったことが言えなかったことっていうのは結構後悔されるって言われるじゃないですか。だからなんかこう、改めて自分でなんか挑戦したいっていうことよりかは、本当は今すぐできるすごい当たり前のことっていうのを、やれるっていうことが、まあ自由っていうふうに自分は解釈している。まあそんな当たり前のことっていうのはまあ、本当に、本当に明日死ぬって知った時にしか、 できないいっていうのはすごく人生は悲しいものになってしまうんでそういう当たり前にできることをやる今すぐやるっていうことをまあ自由としてえ捉えていた,いただきたいっていうふうに思います、まあ、どういう流れで今の話になったか今全然覚えてないんでまとまらないんですけども、まあ、この「ルール」という作品でまあ自分が伝えたいことっていうのはまあ 10,、まあ、10代でこの作品を作ってその当時は。 ルールに縛られるな、みたいな、本当に投げかけるだけで、それを表現してたんですけども。で、今30代になって、まあこういう、ハサミで切り取って、明日死ぬ気になれば、そのルールという縛りは切り離せる、みたいな表現方法になって、まあ解決方法も自分で提示するとこまで来て、まあそういうとこまで来て、改めてルール、常識ってなんだろうって考えると、 まあ自分を縛ってるって思い込んでる常識っていうのは、まあ実体はないわけで存在はしないんですよね。ってなると実はまあ自分がこう勝手に生み出してる幻想みたいな思い込みみたいなものでそうなってくるとルールってそもそもがないしそうなるとそもそも自由なわけでまあずっと錯覚をしてしまうそれがまあ人間がこう環境にいろいろ左右されてしまうっていうまあ要因なんですけども まあ改めてこの作品で伝えたいことは、まあ、この作品を見てこの絵が自分のまあ鏡だとして絵ではすごく縛られてるけどじゃあ実際自分がそういうふうに縛られてるのかどうか改めてまあ確認してほしいというかこの絵を見て自分の手足がまあ自由に動くことで自分の言葉で自由に言いたいことが言えることっていうのをまあ再確認するそういうきっかけとなる作品になってほしいというふうにまあ思います。 以上がルールという作品についてでした。ご視聴ありがとうございました。